君の姿を見るたびに時々が止まらない。はい、おはようございます。2日目の朝でございます。まあ、今からちょっと玉川向かうんですけど、所持金がもうあと3万8000円ぐらいしかございません。はい、でめちゃくちゃお腹が空いた。まあ結局昨日夜中はね、腹減りすぎてもう起きて、まあ蕎麦食ったんですけどね、ちょっと足りひんくて、圧倒的に、まあお腹空いたんで、まあ前もう一回ちょっとあの蕎麦食べて玉川迎えたいと思います。なんとか今日勝たないとね。はい、さすがにまずいんで、仮の交通費がないんでね、ちょっと絶対に勝てるようにします。で昨日大村のね出目見てたんですけど、まあ大村らしくない、まあ厳しそうな感じやった。だから風一がスマッシュヒットしてない限りは多分、まあ風一も負けてるんちゃうかなと思う。ただまあ俺昨日3万いくら負けたんでね、その差はあるとは思うんですけど、まあとりあえずちょっと玉川頑張ります。今日も暑いな。いや、立ち食いそば屋さんのだしってなんであんなうまいんやろ。ただ大阪と違うのはやっぱ濃いかったですね、だしが。でもめっちゃうまかったっす。はい、あの立ち食いそば屋のあのだしとあのおにぎり食うめっちゃうまい。わからないですか。はい、おはようございます。ということで玉川到着しました。まあ今1レース終わってね、まあ1レースはどうせ女性やったんで、まあやるつもりなかったんで、まあまあ2レースからですけど、まあこれも剣かな。はい、次ぐらいからっていうふうに考えてます。はい、というわけで、玉川さんです。もうね、向かい風8メーター、あのバリもう強風です。しかももうメンバーもまあ一般戦やし、まあ、別に最初も前半戦イン強い番組じゃないし、マジで難解です。はい、なので入らん方が賢いかとも思うんですけど、なぜ入ったかというと、4コースの瀬野選手、はい、でまあ、向かい風も強いことですし、まあ、4コースがやっぱ売れてます。ただ瀬野選手の特徴として、ほぼまくりをしない選手、4コースから、はい、差しに回る選手です。で、3コースの与之選手が3コースからの、スタート早いこともあって、まあ、そこ可能受けしっかりいけば、まあ、持たせれるんじゃないかと思いました。なので、とりあえず梶野選手の、直まくりからの3人、あとまあ、前回あった時の4頭ね、まあ、2差しも使ってます、それ各500円と、あと僕、ヨルズ選手、ここがね、美味しいなと思ったんで、3の2、4で、はい、買いました。カジノ選手、マジでまくってくれよ、今日、カノまくりはやめてくれよ、ほんまに頼む、カノ受けはしっかりいってる。いや、これ、インガも出すんじゃん、これ、それ、一番最悪やけど。残るな、まくりきれえ、イン逃げんのこれ、ガチで言ってるの考えられへんけど、うわちょっと待って、3人になってくれ、うわー胴体やん。いやいや、まくれ、上から叩いたれ、沈めてくれよ、頼むって、1、3人、マジ、うわパリショックやわこの外し方、イン逃げるんこれ、無理やなこれ、失敗したわマジで。カレーです。はい、ということでありがとうございます。朝9時50分でございます。ちょっと意外と高かったですね、3780円でした。ちょっとね、今のね状況が大ピンチなんで、まあ一旦、まあ、近くにあるパチンコ屋調べたら、なんかシンフォギアが寝台で20で入ってるスロットねらしいんで、まあ、そんな重たそうな台じゃなさそうなんで、打ったことないですし、ゲーム性も知らないですけど、まあちょっとそれだけちょっと打ちに行こうかなって感じですね。めちゃくちゃ並んでたんで、多分シンフォギアは打てないですね。なんか打てそうなもんにします。何に来たらいいか分からんときはもう、時々の朝一回します。時々は三台回しで通していませんか。ちょっと一旦おとなしく A タイプでコツコツといきます。カドさんがなんか強そうなんで、カドさんとは甘うめ、これで爽やかな、最初の A です。
300回転回ったんですよ、こいつ。残りお金が1万円しかないんで、もうこれさすがにこれもう打ち切ったらやめます。あと残りこんだけです。ほんまのラストチャンス。これがまだあった、余分です。さあ、まだこんだけある。これぐらいダメ。回ってないな。ちょっと、ほんまに。よし。よし。これ、確変やんな。普通は。普通は確変よな、多分。90% かな、これ。マジで、ほんまに。残り資金1万円と、この出玉です。よし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 。いや、いいね。最後の確変は700発くらい出たんかな。で5500発くらいで交換して、2万円です。投資が2万1000円で残りほんま1万円しかなかったんで、マジでもうほんまどうしようかなって思ってて、で原付貸してくれるって言ってたお兄ちゃんに LINE しとったんですけど、まあ返す日にちがねちょっと僕の都合と合わなくて、まあちょっとそういったまあ他の方法を考えますって言ってて、でそのお兄ちゃんが最後まで諦めずに頑張ってくださいって言ってくれたんでね、結構全通の勢いでパチンコを取ったら、まあまあなんとか取り返した感じです。ほんまに危なかった。 あれ当たって5000発なかったらマジで福岡で残り1万円っていうちょっと話にならへん、マジでどうしようかなっていう状況だったんで、マジで危なかったっす。ほんまにでももう1万円は残しとこうと思って最後の1000円やったんで、マジで危なかったっす。ほんまに今3万円あります。でちょっと赤松までまださすがに時間あるんで、ちょっと別のね、スロット専門店近くにあるんで、まあ、ちょっとそっちで、まあさすがに A タイプかな。てか A タイプとかアマデジとかばっかり売って、まあ、最初はオキドキでしたけど、マジで2万1000円何分の当たりもなかったんで、ほんまに危なかったっすね。よかった。満潮4の朝一だけちょっと回そうかな。朝一の赤いオーラが、そうこの段階だけ回します。さあほぼ取ってるでしょう。特訓中に閉まるやつ、特訓中に閉まって開いたら10トンとかになってる演出。元が1トンでしょ。はい、10トンになってますね。マジ大丈夫か。ああ大丈夫や。カオル先生まで登場や。ワンチャン歩くね。よいしょ、いいですね。さあやめましょ う, そうこいつ確か150のゾーンが割と強かったはずなんで、暴風に確かね。一応調べますけど多分そうやと思うんで、150のゾーンだけ回します。何も起こらないんで据え置きやったっぽいですね。やめましょう。さあ余ってる、この余ってるやつだけ売って、ちょっとぼちぼち若松向かいます。あ、急になったんだが、ほんまにちょうどラスト、投資が合計8000円ですね。マジ落ち、うわレギュラーか。まあ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 、まあ、飛ばせばいいだけの話。
さんめちゃくちゃ大事よこれ。レバーオンで飛ぶからね。1回目あなた、まあ、朝一戻れ。きついか。これ飛んだらマジででかいねんけど。もう一ゲームある。まだある。もうほぼないと思ってるけど奇跡。あーダメ。7ゲームなったんだが、このタイミングでなるってことはこれ必勝におる。またレギュラーか。必勝におる可能性が結構高いから次飛ぶ可能性がある。必勝におったら1回はここが光るんで、これワンチャンマジあるぞ。賞味飛ぶと思ってます。頼むぞ。70% ぐらい飛ぶと思ってる俺の中では。うわある。うわなかった。マジ告知音プリリブじゃない。ここにバーこれあたりです。素晴らしい。さすがに飛ぶと思う。さすがに必勝おると思う。どんなレギュラーかな。甘いし。いやこれはさすがに飛びます。さすがに飛びます。飛ばんかったとしても3スルーになるから。いや飛ぶやろさすがに。もし必勝におらんかったとしても3回目やからな。いやもう 90% 飛ぶと思ってる。飛ばんとかあるこれ。いやまたまんねー。綺麗すぎるやろ。ジョジョちゃん最高でございます。さあなんとかなりそう。ビッグがいいな。見倒しようかな。レギュラーね。まさかのこいつ終わろうとしてる。あーよかった。さあ6連目素晴らしい。さあいました、14ゲームあった。最高やねんけど。ナイス、18ゲームまだいました。さあ198199次よ。これ気持ちの問題からなこういうのは。まずはい残念引き戻しではない。まあちょっとやめ方面かな。やめ寄りですね。さあということでちょっとまああの後軽く無駄遣いして、投資が8000円の回収が34800円。ああ一時はどうなることかと思ったけど、まあとりあえず大阪には帰れそうですね。マジでマジでなんか俺ほんまにさっき、前の前か残り1枚の時マジでどうしたらいいんやろってほんまに考えてたけど、まあとりあえずなんとかなりそうっす。はい。なんで、でもう夜行バス小倉から、夜行バスが10時20分かに出てるんで、かなり時間的にちょうどいいんでね。夜行バス予約したんでちょっとコンビニでそのお金だけ払ってから、若松向かいます。夜行バス2800円なんでめちゃくちゃ安い、うん、で、まあ、バスで寝ながら、朝大阪に着く感じです。つまり明日住之江です。まあ最終日住之江でいいでしょう。2800円ね。はい、もうねちょっと考え方変えます。はい、もう金額を抑えて、レース数こなすのか、もしくは、まあ、金額変えずとも、広く狙いに行くのか。もうじゃないと、まあ、もう全く展開も正直読めてないし、でまあ強風8メーター吹いてて、で選手もね、はい、まあ、番組表も正直狙いを絞らせないような番組やし、まあ、最低オッズがねもう20倍とかつくような。なので今回広く行きました。1の差し子差し子インが逃げた場合の一進配分と、あとまあこのね向かい風、強風の状態での角まくりね、45の13646と、5の4646、あとまあ一応センターからも買ってます。3の4512、1456、まあこれねむっちゃくちゃ点数買ってます。正直まあ18点ぐらい買ってるのかな。外れたらもうどうしようもないツコンなんで。でもガミはないと思うんですよね、多分ガミはないと思うんですけど、いやこれ外れどうしようもないぞ俺。さあ頼むぞ、ほんまにもうイン逃げてくれ。イン逃げた当たる自信があるぞ。頼む。で2号地の選手気を沈んでくれなあかん。そういうことはこの風でも、いやこれ大丈夫か。2の選手持たせてもらうんじゃんか。差し込差し込やぞ。ウィットはおおおおおえっぐいやん。ちょっと待って、イン逃げてくれないってこそれやったら415は入って、もうど
どうしたらいいねんこれ。マジでどうしたらいいんこれ。もうえぐいわ。え4号の1号のゴール持ってんじゃん。これ4号の1号のゴール持ってるわ。でもそんな使えへんやろけどな。よし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 、危ねえ、用意しなかったからな。はい、投資はね全部で7200円。まあ47倍とかあったからちょいプラスちゃうかな。え、マークカードまたはむっちゃ下がってるやん。おつえガミってんけど、ガミってんけど、マジで言ってんこれ。いやまあまあでもちょっと帰ってきただけでもマシやな。はい、まあ、さっきはちょっとガミでしたね。でもう今回、国分選手の陰線で対抗が4コースの徳松選手で、3コースの浦上選手がね最近まあ3コースからスタートもいけてないし、乗れてないっていうので、まあ、やっぱり角が売れてます。4-1に1番人気とかやったんですかね。ただ僕国分選手ね陰線そんな弱い選手じゃないんで、別に逃げることも全然あるかなと思います。あと川島選手がね2コースの壁になってくれたらいいなという考え方なんで、1-2-4、1-4-2差号、この1-4-5が僕的に一番、期待値高いかなと思って40倍とかついてたんで美味しいなと思ってます。で4-1-5-1-5-6、要は4-1-5-2を切りました。4-1-2-4-5に安いんでね。はい、まあ、そこよりはまあ別に角まくりって考えた時にこっちの方が可能性あるんじゃないかなと思って、5500円。まあ、掛け条件にはあとちょっと足りてないんですけど、でもまあ3レースっていうのはクリアで、あとちょっとね、はい、買えば掛け条件はクリア。ただまあプラスで買えるっていう目標があるんで、そこなんとか。オグムさんなんとか持ってくれ、逃げてくれ、頼む。オグムさん逃げろ。耐えてる、なんとか耐えてる。いや1-4-5、4-1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 -5、
4-5やったらそれなりにつくんちゃうか。4-1はちょっと寒いけど、6の方が絶対おいしい。ちなみに言うと6の方が絶対ゲットはおいしい。いや、いい展開やったな今の。てかもう高橋選手一択やったか、これのレース。さすがに強いわ。はい、レベルが違います。どっちがおいしいやろな、これ。よし、ナイス。オッケーいいよ。ふぅ、500円やけどな。まあ十分でしょこれに。ナイス、当たり前やけどな。はい、さすがに当たり前。さあどうなる、何倍ついてる。20倍ついてる。さすがに1枚はいってる。1枚はいってくれよ。オッケー。あ、20倍ついてるわ。ナイス、7008。オッケー。ナイス、徳松さんありがとう。西陣から博多まで260です。博多からオリオまで多分合ってると思う。いいな、これ食べよう。オリオ駅、赤松線に乗り換える。ということで着きました、奥道会。俺乗り越し生産せなあかんねんけど、これ乗り越し生産とかあるんかな。あっこに改札があるんですけど、ある？乗り越し生産とか、なんかこんなんやったような気がする。はい、カボセンターです。あ、すいません、乗り越し生産したいんですけど。はい、お待ちください。はい、これで大阪では考えられない、見たことないです。ここ入れてもう出れるって。なんかいいな、この感じの駅。はい、ということで到着しました、ボートレース若松。3回目ですね。ちょっと風が強いんでマイクがちゃんと拾ってるかわからないですけど、まあ、ちょっと昨日の大村がね、さすがにひどかったんで、もう今日はもう冷静に、もう明日の隅の絵がメインくらいの感じで、まあ、とりあえず掛け条件はクリアされたらダメなんで、言っても、3レース合計2万円以上ね、まあ、冷静にいきます、はい、もう最悪、もう当たらんかったらもうしゃあない、3レースやって2万円使って当たらんかったらもう帰るくらいの勢いで、帰るって言ってもパスの時間があるんで、
あれなんですけど、つまり僕今ポケットには2万円しか入れてないです。でカバンの中に残りの3万2千入れてるんで、もうカバンの中からお金は出しません今日は。はい、約束するわ。じゃないとね、昨日みたいなことになったらもう大変なんで。はい、ということで、到着早々、若松6レースですね、買えそうやったんで買いました。まあこんな感じなんですけど、まあ4と6が今節の調子的にも良さそうですね。足はちょっと見てないんですけど、まあ最終日なんで、まあ、ある程度成績で分かるかなっていうので、まあ6大神選手、まあ旬の天敵、まあ僕も実は天敵なんですけど、まあ今回このメンバーやったらちょっとさすがにチェック入ってくれるかなっていうのと、まあ4号艇の選手に期待しました。はい、1441の356と。二の高選手はもうスタートがいけてないですし、4コース勝率もかなり、低かったんで、切りました。で、まあ16の345ですねと146のボックス、はい、これ全部500円で買いました。計7500円。相方がビュービュー吹いてるな。内側でよかったんかなこれ。大丈夫じゃね、さすがに大丈夫じゃね、これ当たったよ、これ当たったよ。変なことすんなよみんな。そう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 、はい、完璧完璧でございます。3着5の方がいいんやけど、もしくは164。いやいや完璧よ、こういうことから協定って、マジでこれが協定やね、ほんまに。ちょっと昨日の大村はちょっとちゃいすぎた。大神さんもちょっと、大神さんマジこっからやるからね。あ、でもやっても大丈夫か。いや3は安い、3は安い。オッケー。いやこういうことやからほんまに素晴らしい。まあそんなめちゃくちゃ追加はないですけど、もう多分14倍とかやったかな。まあ1000円持ってるんで一応僕は。いやもう大神コーチ守るやろ。ちなみに3着5の方が高いかも。ちょっと待って、3着5の方が高いかも、分からへん、どっちか分からへん。じゃあ3着6の場合は1000円あんねんけど、3着5やったら500円しかないねんけど、落ち着いて3着5の方が高いはず。ちゃんと大神コース抜かされてるしな。あ、こうやな。15取り勝ったんか。だから15倍以上でプラス、絶対に15倍以上はついてたはず。3着の5、ナイス。いやまあまあまあ、ナイスです。これでこそ協定、素晴らしい。ついて1レース目は昨日も当たったな、そういえば。3着5の方が高かったです。Thank you。 はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。はい、僕の方が結構大復活を遂げました。まあ、大復活っていうこともないかな、まだもしかしたら上まで行くかもしれへんしな。ということで、あれですね、シュンさんは、ちょっとずつ減ってってる感じですかね。でもまあ動画始まった時から変わってないんかな、これ。まあ、そこそこの、展開やったんじゃないですかね。さあ、まだこの後どうなるか。あ、この後また楽しみにしとってください。はい、旅路対決でございますと。なんか喋ることあるかね。今週ね、この動画上がってる週ね、競輪ウィークということでね、競輪強化月間やってますんでね、よかったらライブ配信の方もね、動画だけしか見ないよって方もね、たまにはライブ配信、あと大村もやんのか、どっかでね、大村 SG も多分やると思いますんで、まあたまにはライブ配信の方も、ぜひチェックしてみてください。っていうのもチェックするためにはね、通知オンマークみたいなの押してもらったらね、なんかするために、僕らがなんかするために通知が来るんで、ちょっと鬱陶しいかもしれないですが、はい、前またやってください。あとチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい、あと結構いろんな方からね、いろんな企画をいただいてまして、8月は結構企画系の、YouTube になっていくかなと、結構面白そうな感じなんで、それも楽しみにしとってください。